わじゃのこてつ。まったくじゃおにぎり。まナナミ、いつまで寝ている？食事が冷めるぞ。ああ白札書いてたら寝ちゃってた。こんなに書くからだ。何この途方もない内容。じゃあもう今日は寝ちゃおう。ともえ、みかげさんに。あんたの祭りね、見せてもらったけど。出雲の召喚状を届けに来たのではないのか。そうなの、ともえちゃん、お久しぶり。みかげくんの居所を知ってる神くらいいるかもしれないわよ。やっとずの新学期は初日から来てんな。気安く触るな、クソガキ。なんか前にも同じ。おじさん、おばさん、おじさん。おば、音彦、質問。ん？式神って何？いや、ほんとや。あんたも土地神なんだから、自分で調べなさいよね。行くの、もう決めたの。なんだ、その卵は返してこい。やだ、やだ、やだったらやだ。若干予定と違ったけど、まあどうにかなる。この子には私が必要なんだから、役に立つとか立たないとかは別にどうだっていいの。自分の言葉に驚いた。いや、おば！誰がおばよ！ちょっと、あんた気がつかない？え？うわ！こんなんじゃ、いつもに行けない。あれ？まだ誰も来てない。今日はアミ一番乗り。信じるよ、アミちゃん。そして任せておいて。この魔除け札があるから大丈夫。すごいあれよ。昨日のままだ。100年生きたこの俺にこんなものが効くか。闇が広がっている。早く見つけ出さないと。御影と初めて会った時も俺はひどいなりだった。無事だったんだね、よかった。アミちゃん、この子はあんたの気を養分に育つって言ったでしょう。白札に字を書くようにこの式神に名前を付けなさい。誰も怪我しないように、誰も怖い思いしないように。聞きたいことがある。7日かけて孵化するはずの卵が何を考えている？どこ行っちゃったんだろう。3人分の出雲の宿泊費がこれだと1人分どうしても足らない。構わん、いくら問題ありの連中だからって嫌がらせなんかしないよ。ろくに下界を知らないお前が言えた義理か。こらこら、2人とも喧嘩はやめ。巴も瑞希も心配性だよ。神様がそんなことするわけないのに。あとは薬局行って酔い止めとお泊まりセットと。やり直した。もういいじゃん、勝負なんて。巴くんだって別に行きたくないくせに。ナナミ、追いつかれちまう。この先の公園なら人気がないから、そこで。人がいた。あの、辞退せよ小娘。さもなくばその腹渡かっさばいてくれ。親戚から外された神崩れが人神を罵る様は滑稽だな。守るくん！待って、ひどい怪我。触るな。病院に。何よあいつ。口ほどにもない。アクラ王様の御代となりましょう。巴のことになったら。ただいま。見ろ、ナナミ。紳士はどうしたのじゃ。瑞希は式で先に行ってる。現地で合流なの。うまくいってるみたいだね。そなたのおかげじゃ。行ってきます。あいつもよく自分を襲ったやつとのんきに旅行などできるものだ。やります。穴を塞げるかどうかは分かりません。でも
やります。それに多分作戦を実行する以前に根本的な問題がある。トロストク奪還作戦だと？嘘だろ。扉に開いた穴を塞ぐ技術なんかないのに。この無意味な集団自殺には何の価値も成果もありません。どうせこの壁も破られるのだから。ああ、そろそろ一つにならん。